はい、これはワイドコンバージョン使わずに撮ってます。マイクの設定も全くしてません。多分4つのうちから有効なところのマイクを使ってね撮ってくれてると思います。本体傾けたりしてますが、ちゃんとジンバルとして有効に動いてくれてます。どうなんだろう、 GoPro よりも画角は狭いのかな。これでワイドコンバージョン使うとボーンっていけるんじゃないかなと思います。どっちがいいのかな。色の具合なんかもね、今度比べてみたいと思います。だいぶ暗くなってきちゃいましたがね、ちょっと長い休憩時間になりましたんで、もう一回お散歩に挑戦です。これでピッピッピッと3クリップする3回押すだけでね、向きが変わるの面白いですね。エアロ、今ローソンでコーヒー買ったらおまけでくれました。ワイヤレスマイクというかそれ使ってやってます。ピンマイクじゃないな、ワイヤレスマイク首元につけて、はい、やってます。本体のマイクではなくワイヤレスマイクです。人が来るからマスクしないとね。ちょっとズームできるかな。もうできるできる、4倍ズーム。あっちが船橋の方向だと思います。で右側、あの白いののちょっと右側、斜めになってんのが分かるかな、水面に近いところで、あの斜めになってんのがマリンスタジアムですね。つい何日か前に浦安からダイヤモンド富士が見えたそうですが、 Facebook でね、船橋のところで結構写真上げてる方いらっしゃいましたね。浦安と船橋って1日2日違うんだったかな、確か。船橋の3番線ってところでね、いつもっていうか、そのダイヤモンド富士の時期は三脚がずらーっと並んでね立ってますよ。だいぶ暗くなっちゃってるけど、どうでしょうか。こうやって見ても結構画面は明るいからちゃんと映ってんのかな。はい、これ首からぶら下げて撮れればいいね、カズさんみたいにね。結構ね暗いんですよ。キュッてやると少し経ってから向きがくっついてくるっていう感じなのかな。ゆっくり向きを変えていくと、それでも少し後からくっついてくる感じかな。よくできてるね、ジンバルっていうのは。下向くのはそのまま、はい、上もそのままいきますね。上下はそのまま固定ってやつです。これでフォローってやつですね。わけわかんない、ごめん。はい、これで固定、今ズームしすぎてんのか、急に顔がでかい人が来たからびっくりした。今固定っていう風になってます。おお、本体今上向けてるんだけど30度ぐらい、それでもちゃんと正面映してますね。今45度ぐらい本体下向けてますけれども、正面映ってます。ズーム、今 2.5 倍のズームです。
いや、ズームは楽しい。固定から FPV、 これは顔認識してそれを追っかけるってやつですね。今ここじゃちょっと使いにくいかな。フォローってやつ、これが一番自然なのかもしれないですね。上下は向けた方向、左右はだんだんついてくる感じかな。だから上は今向けられます。上に月があるのがわかるかな。4倍で新月から何日か経ったところです。正面夕焼け、海の方行ってみましょうか。よいしょ。あの正面のがさっき見えてた東急ホテル、東急ホテル東京ベイっていうのかな、今ベイ東急、前はね舞浜にあったんですけれども、オフィシャルホテルだったんですが、で新しくここに建ちました。ここが滑走路、エアレースの滑走路だったもんですから、滑走路の近くにああいう高い建物があっちゃいけないってことでね、ホテルは閉鎖してて貸し切り状態になってたと思います。確か選手たちが泊まってたのかな。エアレースの最後の前の年だったかな、ここ使ったのね。最後の年は確か飛行場がこっちじゃなかった、浦安からではなかったと思います。飛び立ってたのがね、ズームのスピード変えられるってなってたんでね、もうちょっとゆっくりにした方がいいかなと思います。今ねほぼ何から何までデフォルトなんでね、マイクはこのワイヤレスで一番安定するんじゃないかなと思います。はい、ここにモフモフついた、よいしょ、ワイヤレスマイク、風にはかなり強いはずです。ちょっと倒れないでね、バサバサ入っちゃうから。はい、こんなんでつけました。あ、夕焼けのオレンジ色が綺麗です。オレンジ色がすごい綺麗なんですが、これは色がどういう風に出るのかな。色もちょっとね GoPro と比べてみたいですよね。ちなみに今 1080p の 30fps で撮ってます。確か 4K60fps まで使えたと思うんですけれども、何ができないんだっけ。あ、ズームが 4K だと2倍、フル HD だと4倍までズームが使えるってことなんで、今はフル HD でやってます。やっぱだいぶ暗くなってきましたね。お、だいぶこの辺来たら明るく映ってきた。自動で多分調整してるんでしょうね、どういうメカニズムになってるか、どういう設定で変わってるのか分かりません。多分マニュアルで設定することもできるんでしょうけれども、今すべてはオートというかデフォルトの状態で使ってます。もうおじいちゃんにとっては機械がね選んでくれるのは結構ベストに近いんじゃないかなと思います。普通わかるかな、正面今向いてるところ、建物の中央に明るく光ってるの分かりますかね。今白、ちょっと電球の影になっちゃった。はい、今白く光ってます。あ、下もぐるぐる回ってるの分かるね。あれがスカイツリーです。これが東急ホテルね。ほんでこの右側、これが東京ディズニーセレブレーションホテル、ビッシュとディスカバー、
どっちだっけ、手前がウィッシュだっけ、黄色い方がウィッシュだっけ。はい、その2つです。ほぼ部屋は電気ついてないですね。パークは7時までだから、まだパークにいるのかな。あ、だいぶ暗くなってきちゃったんでね、この辺にしときます。ありがとうございました。これからこの DJI ポケットもね、 GoPro ともども使っていこうと思います。やっぱりジンバル面白いです。やっぱりズームがつくの、使えるのはいいね。はい、そんなわけで、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。